南蛮子田中坊です。今日は雨の朝です。ちょっと強めに雨が降っています。じゃんじゃん降りです。今は新東名高速道路の新城から長篠設楽原を越えたあたりになります。ちょっと今トンネルでほっと一息やな。ほんまにめっちゃ雨が強いです。あ、ちょっと小降りになってきました。鈴鹿の山、鈴鹿山っていうかな、ちょっと山ちゃうな、これは鈴鹿山脈にはなると思うんですが、御在所山っていうかな、多分その御在所山に御在所山とか、あと何々ヶ岳って書いてあるな、ちょっと漢字が読めないんですけども、その御在所っていう山にかかっている、あ、じゃあ御在所の山にかかっているこの垂れ込めた雲を今撮影しています。こうまたあの山の中腹にこう帯状にずっと雲が垂れ込んでいます。なかなか幻想的です。ほんで山の頂上付近にも雲がちょっとかかってて、すごいな、ほんまに綺麗な帯になっています。ちょうど山の中腹付近にボヨーンと一本のすごい長い雲ができています。そう、長いって言ったらすぐ京都銀行の長いお付き合いの中さんもすぐ長いって言うとるなよ。はい、このような風景です。ほんまにズボーンと、なんとも言えん、綺麗です。ちょうどこの辺、小物湯の山、小物湯の山インター、まもなくところなんですが、いや、ちょっとほんま綺麗なんで、ちょっとじっくり眺めときたいと思います。雲の動きもなんかふわーっとしてるな、綺麗な。そう、今から雲の多分
コビーが近づいてきました。単純にこう霧の中に入ったような風景になるんかなって感じなんですけども、これは今日はこれおはぼらけ動画になります。ちょうどこの帯のところには川が流れている感じがします。なるほどな、多分川ですね。嘘言うとかな、違うかな、あ、違うなすいません、知ったかぶりました。なんかちょうど橋が見えてきたんで、この下には川が流れてるんかなと思ったんですけども、どうもちゃうな。結構そう、あの加古川とかあの辺第二神明とか走ってると、朝とかあの加古川の川沿いに向かってこうビューって川に沿ってあの帯の雲が出てたりするんで、これちょうど今ここが橋が出てきたんで、そうなんかなと思ったんですが、全然違いました。やっぱり山に向かって雲がこう、山沿いにこう雲がこう、どういうだねやろ、これどういう状況なの、この緑、あの山の緑からふわーってこう出てる状況なんかな。ほんでこの下に来るとやっぱりもう雲に隠れたみたいになって山が見えなくなっちゃいました。はい、ちょうど遠くからあの見えてきたあの帯状の雲の中に入っているような感じです。今中に入ってる、今ちょうど下をくぐってる状況ですね。はい、この新名神高速道路とかもうできてから、もうほんま中さんも前も言うとられたんですが、あっちの東名阪の方も渋滞もなくなって、ほんま便利になった、便利になってすごいいい道やなと思うんですが、どうもあのいい道すぎてぼーっと、あのなんやろ、絶対近いはずなんやけど風景がこうゆったりしてるから、こう時間感覚がなんかめっちゃ、あのそれって新東名高速道路もそういう感じになるんですが、そう時間がこうゆったりしとるっていうか、眠たくなるというか、すなわち、まあ、それぐらいやっぱりあのゆったり安全な道はいうことなんですけども、いい道ができました。はい、四日市トンネルに入ります。長さが 1350m。 ではこの辺で終わりたいと思います。こっち、ここは土山のサービスエリアです。先ほどの幻想的な雲を眺めながら土山のサービスエリアに入ってきて、あのセブンイレブンさんで朝ごはん買ってきました。この朝ごはんが今日はもうあの豚まんがあちらこちらの店舗で発売されています。もうそんな時期になってきました。あーやばい、落ちそうです。肉まんとと、朝からなんですが、ほんまにこんなことなかなか珍しいんですけど、僕お好み焼きにしました。なんかほんまにいつもおにぎりとかばっかり買うんですけど、なんかいつもおにぎりやなと思っとったら、パッとお好み焼きが目に入って、お好みにしようと思って、豚玉美味しそうです。460円、お好み、朝からお好みってちょっとあのおっとって思うけど、あの普段からこんなんばっかり食べてるわけじゃありません。今日は妙にお好みが食べたかったです。はい、あとそう、豚まんはこれあのちょっとお高いですが180円するあの肉まんっていうよりも豚まんっていう方です。もうはい、からし付きでで
あとガサ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 、なんかちょっと美味しそうやったんで、チーズテリースアイスバー買ってきました。食べてまたお腹痛なってって繰り返しとったら意味ないんですが、ちょっとどうしても美味しそうやったんで、これは初食べになります。あの田中坊は、はい、ではあの今日も今からちょっと田中坊はパッとご飯食べて、あの荷物を下ろしに行こうと思うんですが、皆様あのご安全に、そう、あの歩行者の方も自転車の方も、自転車っていうかな、自転車の方も、そうバイクの方も、まあ、あの普通車の方も、中型車の方も、大型車の方も、トレーラーの方も、みんなあの本日もご安全に、うんってこうなんて締めたのやろ、運行してください。運行なんか下手くそな締めですいません。はい、ではあの動画終わりたいと思います。本日もご安全に。なんか土山サービスエリア、なんか工事されてるみたいな感じです。ではポチッとします。ポチッ。